やっほー、スバルキュン。お前、にゃっ。なんだスバル、彼とは知り合いだったのかい？彼？そう、騎士フェリックス・アーガイル。こう見えて立派な男性だよ。そのなりで猫耳までついてんのに実は男とか誰とく。外で待たせちゃってごめんね、退屈だったでしょう。いえいえ、こちらの方が老骨の話し相手になってくださいましたので。ほみょんほみょんみょん、ほみょん、はむはむ。うわっ、ぼーっとしてるからいたずらしたらにゃんて嬉しい反応。読めねえ。フェリス、お前これ読めるか？ちょっと、うかつにこっち向けにゃい。スバルキュンも福音に目を通すとかバカな真似しない。じゃあスバルキュン、おとりおとり、匂い出して。はい、吸って、吐い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 て。ちょっと待て、無茶ぶりすんな。あー、にゃんでスバルキュンたらここにいるわけ？それにクラシュ様、そんな無防備な格好で。おかしいか、普段フェリスと晩酌するときと変わらないだろう。それがダメって言ってるんです。男は狼にゃんです。お前も男だろうが。にゃにゃ。ああ、は？そりゃ俺たちの仕事じゃねえだろ。それよりこっちの方が言うて。いいからいいから。おいおい、人の流者で血は喧嘩なんて始めんじゃねえ。スバルキュンたら怒られてやんな。認識阻害の術式が編み込まれてるらしい。もともとはエミリアの私物で。盗んだわけじゃねえよ。よかった、気がついたみたいだね。お前、その格好。仕方ないでしょ、服は治癒魔法で再生できない。また祈る。